皆さん、こんにちは。こんにちは。100% 国産小麦を愛するひとパン工房のひとみ店長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北海道、まず、あとは千葉戻ってきてからは荒川ホルムさんに行きましたね。そうですね、熊本製粉さんの、熊本製粉の米粉を使っているお店の紹介で、熊本製粉さんから紹介してもらったんだっけ。そうです、そうです。ご挨拶に一回来ていただいた時に、うん、ちょっとこっち弱いのか、うん、あんまりまだまだ普及してないと。ああ、熊本の小麦が。そうですね、2店舗お店紹介してもらったんですよね。あ、熊本製粉さんに、はい、はい、で1店舗がその荒川ホルムさんっていう米粉を使った、ワッフル、はいはいはい、専門店なんですけど、はい、一応米粉のパン教室もやってるということで、このパン屋さんじゃないんですけど、まあ、ワッフル屋さん、うん、これ本当にね、面白い使い方をしていて美味しいんですよとか言って、うんうんうん、大絶賛されてたので、熊本製粉さんがこれは行ってみないとってことで、うん、いや、なんかワッフルメーカー入れてやってみてくださいまで言われたんですよ、うん、ああ、ひとパンさんでもやってみてくださいって。そうです、ワッフルメーカー買うのってなって、これプレス機ですよ、はい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 、こう流してこれ、うん、ちょっと場所ないなって思いながらああ、はいとか言いながら返事したんですけど、うんうんうん、もちもちしてて、うんうん、なんかこう冷めても美味しい、うん、焼きたてもっと美味しいかもなんて思いながら、はいはいはい、美味しかったよね。お豆腐ドーナツだっけ。あ、お豆腐ドーナツ、うんうん、もうあっという間に食べちゃったよね俺ね、帰りの車の中で。美味しかったですよ、ね、うん、美味しかった、まあ、材料が使っているものが、もともと小麦のパンの教室、パン教室やられている方だったんですけど、うんうんうん、小麦がちょっとこうやっぱ食べると重たくなっちゃって、うんうんうん、で、まあ、グルテンの負担があったんですよね。あ、その 店長さんがね。店長さん、はいはい、そうなんですよ、まあ、そういう方もいらっしゃるんですけども、うんうんうん、なので米粉に切り替えてみたところ、結構体も軽くて、うんうん、美味しいっていうことで小麦パンの開発とかをやり始めたみたいなんですけど、うん、米粉パンね、米粉パン、はいはい、牛乳とかも使ってないんですよね。豆乳とか、はい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 、アーモンドミルクとか、はいはいはい、なんかそんな感じで、なんかまあ本当よく言われる体に優しい、負担がないよって言われてる、うんうん、王道のものを使っていらっしゃったので、うん、それはこの優しい味になるなっていう感じだったんですね。なんかアイスとかを添えたちょっとパフェじゃないですけど、はいはい、パフェもいただきましたね、はい、ワッフル、ちょっと切ったワッフルをこう入れてっていうやつがあるんですけど、うん、あれのアイスももちろん普通のアイスもありつつ、豆乳きな粉、うんうんうん、アイス、そうだね、そう、あれも本当に牛乳も使わなくて、ちょっとひとみ店長は牛乳を体に入れると、はいはい、なんかすぐ壊しちゃうんですよ。はいはいはい、ちょっと風邪に弱いらしいね。そうなんですよ、風邪に弱い体質で、うん、なので豆乳だと全然平気なんですね。あ、よかったなんて思って、はいはいはい、豆乳のアイスで食べて美味しかったですね、うんうんうん、あと、まあ、もう一軒は、うん、房総の方ですね、なんかピザ屋さん、あ、熊本製粉さんがおすすめしてくれた、はいはい、熊本の小麦使ってるお店。そうです、うん、そちらはちょっとまだ行けてないんですけど、はいはい、まあ、この夏行けたらいいなと思いつつ、はいはいはい、そこもすごいピザが美味しかったしですよっておっしゃって、その2店舗だったんで、なんかあ、パン屋さんはって感じだったんですよ。あ、そっかそっか、パン屋さんはないのか、はい、今その紹介したピザ屋さんかワッフル屋さんかってことだもんね。そうなんですよね。ただ熊本製粉さんも、うん、うちはそば使ってたのあんま把握されできてなかったのかなっていう感じなので、うんうんうん、わかんないですけどね、もしかしたら使っているパン屋さんがあるかもしれないので、すごく国産小麦を頑張って使っているお店とか応援したいですし、うん、食べてみたいので、うん、もし使ってるお店あるよとかうんうん、うん、あったら教えていただければと思います、うんうん、はい、動画のコメント欄でね、はい、書き込んでいただければと思います、はい、一応その荒川ホルムさんに紹介してもらって、近くにあるたまコーヒーさんだっけ、あ、月に1回たまたまやってる、うん、日曜日でね、イレギュラーの日なんです今日は、うんうんうん、ってことで、うん、今日やってるって言って行ったんですよね、はい、なんか人と人が出会うハブみたいな場所で、うん、うん、その荒川ホルムさんもたまコーヒーさん経由でつながった人にお店の内装をやってもらったとか、そのテナント自体もそのたまコーヒーさんで出会った工務店の人から借りたとか言ってたね。なんかバイトさんも確かたまコーヒー経由のつながりで、あ、そうだっけ、
なんかつながってたので、うんうん、すごいなって思いながら、うん、でコーヒーもすっごい美味しいですよ、うんうん、行きましたね。ということで、はい、たまコーヒーさん普通に徒歩5分、うん、10分ぐらいかな、うん、すごい気さくなね、そうなんです、女性の店長さんで、たまさん、たまちゃんさん、たまちゃんさんがで、もう中でお客様、他のテーブル、2テーブルあるんですけど、うんうん、なんか近くて、うん、でこうカウンター越しっていうんですかね、うんうん、陳列越しっていうのか、そのオーナーさんと喋るとなんかもうお客さんとも喋るような感覚になって、でお客様が市川行く時に一晩行きますとか言ってなんか初めて会った方だけどね、仲良くなってて仲良くなってたね、行きます行きますとか言って、うんうん、なんかえ待ってますとか言ってみたり、はいはいはい、あとそれこそもうなんかいろんな名刺が置いてあって、うん、つながりがすごかったんですよね。本当ハブになるお店だったね。そう、市川だったらこの店行ってみてくださいとかいう感じで、はいはい、今度は逆に店を、うん、頑張ってる人の店を紹介してもらったりとか、何よりこの気さくな雰囲気に癒されました。そうだね、やっぱ、はい、店員さん店長さんにまた会いたいなって言って行くお店だね。そうですね、うん、もちろんコーヒー美味しい大前提で、うん、美味しかったです、うん、それではこの動画が面白かったよという方は、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。おつファンです。